レディース&ジェントルメン、ようこそあるあるアフターシーンショーへ。今回もあるあるのその先を皆さんにお見せします。まずはオードブル。おいタカシ、リカのやつもうアメリカに行っちまうぞ。今ならまだ間に合う。ほら今すぐ迎えに行ってやれよ。こんなシーンあるある。あるよな、よく見るよ本当に。これのアフターシーン。そう、この場合は遠くに行ってしまうリカをタカシが空港で引き止めるシーンにつながります。ただここで忘れてはいけないのが、タカシを空港に向かわせた友達の存在。彼のその後が描かれることはありません。今日はそんな彼のアフターシーンをお見せしましょう。 Here we go。ほら、タカシ。俺のバイクの鍵だ。二人で返しに来いよ。やっぱ見に行こう。彼は天才だ。私は彼の姿に若かりし日のエルヴィス・プレスリーを見たよ。ブラボーブラボー。やっぱり気になって見に行っちゃうよね。引き止めるシーンを注意深く見てみると、もしかしたら彼が映ってるかもしれないね。続いてこちら。スケボーに乗ってる海外の青年が技を失敗して転びそうになったところで To be continued って出るやつ。こんな動画あるある。あるな。なんでこんなにあるんだろう。私なんて今朝も見たわよ。みんなその続きが気になるのに、いくら調べても出てこないよね。今日はそんな彼のアフターシーンもお見せしましょう。 Here we go。Thank you, Scott. これ一本取られたよ。人生の最後に見る景色を選べるとしたら、私はこれがいいわ。ブラボーブラボー。派手に転んだりしてないから続きが公開されてないんだね。日頃の行いが良かったのかな。本場の Thank you, Scott なかなか聞けないよ。おっと、この音が鳴ったということはアドリブあるあるアフターシーンショーの時間だ。今週もたくさんのお便りが届いているぜ。なんと14通。みんなありがとう。こちらから1通引かせていただきまして、あるあるアクターさんに即興で演じていただきます、じゃあね、引きますね。これ、はい、東京都の、ペンネーム、これは、潮干狩りーたピザさんですね。潮干狩りーたピザさんからのお便りです。いつも家族で楽しく見ています。ありがとう。僕がやってほしいあるあるアフターシーンは、男女グループできたカラオケでいいところを見せようと得意のバラードを歌うが、周りが誰もその曲を知らず全く盛り上がらなかった男子です。これからも応援しています。ということで、潮干狩りーたピザさんには当劇団特製あるあるステッカーをプレゼント。これからもどしどし応募してくれよな。それでは参りましょう。 Here we go。 たとえ君がどこか遠く離れてしまっても愛し続ける永遠に。次だね。ポテトでも頼む？彼の表現力には脱帽だよ。まあ帽子なんてかぶってないけどね。私の人生という名のストーリーの登場人物に彼の名が深
深く刻まれたわ。ブラボーブラボー。いやー、乾いた拍手が聞こえるようだったね。やっぱり歌唱力云々は置いといて、みんなが知ってる曲を歌うに限るね。おっと、そろそろお別れの時間だ。最後に本日の出演者によるカーテンコールでお別れしましょう。 BGM は梅原マシンガンで戦争。うわあ、戦争だ、戦争、戦争。うきゃあ、もう世界中のどこかでバカ同士が戦争してる、戦争、戦争。あ、祖国で母が泣く、盾にされるだけの子供を泣く、あの日の約束はどこに。あ、世界平和。うわあ、世界平和。戦争やめろ。あ、世界平和、世界平和。あ